今日集まってもらったのは他でもない、校外学習をするためだ。あ、校外学習、そんなんどこでやんの。ここだ。とにかく話は中でしよう、ついてこい。さあ、はい。おお、すげえ、大きいじゃないか。おお、すごいな。さあ、ここがリビングだ。なんだよここ、とんでもねえな。ここは5億円の豪邸でな、今回の校外学習のために購入した。5億円、買えちゃうんだ。お前らにはこれから1ヶ月間ここで生活してもらう。親御さんにも許可は取ってある。学校にも行かなくていい。はあ、いやそんなうまい話はあるわけないでしょ。そうですよ、もしかして勉強以外するなとかでしょ。どうせ勉強はしなくてもいい。しかし条件が一つだけある。条件？敷地外に出ることを許さない。敷地外に出れば退学だ。それだけっすか？ああ、それだけだ。どうする？参加すれば途中でのリタイアはできないぞ。やるに決まってんだろ！しゃーっ！ゲームやりたいかー！こうして俺たちの共同生活が始まりました。さっき確かめたけど、ベッドがある部屋は全部で4つっすね。それじゃあ、どの部屋にするかはじゃんけんで決めるか。うん、そうですね。まあ、どの部屋も快適そうでしたけどね。でも、一つだけ外れの部屋ありましたよね。ああ、俺はあそこ以外ならどこでもいいな。まあ、すべてはじゃんけん次第だ。フラミッコなしださ。よっしゃ、始めるぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃー、やったー。俺が好きな部屋取られるぞ。イエーイ。俺、この部屋にするわ。松さん、じゃんけんで勝ったのに外れの女だよ。おもろかぞ。いやー、いい湯だったぜ。最高だった。おい、マッチ、お前いつまで振られてんの。長いぞ。ちょっと、そろそろ出ますから、すごいいただきなさいよ。小島の言った通り、食べ物は最低限以上のものが与えられたし、それぞれに部屋も与えられた。ゲームなども支給され、遊び放題、新鮮な毎日が楽しくて、俺たちははしゃいでいた。
しかし、その平和はそんなに長くは続かなかった。バナナバナナ。あれ？え？あれ？どうしたんですか、浅田君。いや、俺が取っといた名前書いてあったバナナがねえんだよ。俺のプリンもねえけど。おい、僕のカルビビスの前。ってことは。おい、りょう、冷蔵庫のもん勝手に食っただろ。おい、いただいてますよ。いただいてますよじゃねえよ。名前書いたんだろうが、バカなのか。そんなに怒らないでくださいよ。お返ししますから。は？中身がねえじゃねえか。だって、中身には名前書いてありませんでしたよ。お前、何言ってんだ。濡れ衣着せて怒るのはやめてくださいよ。共同生活の輪、乱さないでください。なんなんだあいつ。すげえ気持ち悪いな、てめえ。ああてめえ、そうですかねみたいなのをちょっと言っていただいて、俺がおごるから大丈夫だよっていうなんとか引き出せるように。うるせえな、あのバカ。それじゃあ、昼間にゲームするのやめてもらっていいですか。はぁ、なんでそうなんだい。こっちからしたら、昼間の騒音我慢してあげてるんだよ。昼活動して夜は静かになんて常識、ここでは通用しないよ。共同生活なんだからさ、お互いに我慢しようよ。寮のことから始まり、小さな不満が溜まっていた俺たちの中は少しずつ壊れていった。トイレの使い方で言い合いになったり、ゴミを片さないことで言い合いになったり。お前ゴミ片せ、汚ねえだろ。テレビの録画容量のことで揉めたり。言い合いだけでなく、つかみ合いの喧嘩になるときまで。そして2週間が経つと、一緒に取っていた食事もそれぞれで取るようになり、俺たちはほぼ会話をしなくなっていった。ずいぶんと雰囲気が変わったな。小島先生、もう終わりにしてください。学校には通うので家に帰らせてください。ダメだ、最初に話しただろ。1ヶ月は必ずやってもらう。情けないな。やはりお前らの友情など所詮そんなものだったのか。仲が良さそうに見えるだけで、実際は何も分かり合えていない。
お前らは上っ面だけの関係性で薄っぺら友情だったんだよ。とにかくどうしても出て行きたければ退学してもらうぞ。せいぜい頑張るんだな。ふざけんなよ。もう2週間なんて無理だろ。みんなの協調性がないからこうなってるんですよ。あ？ぼっち、てめえだってゴミ片さなかったりしてんだろうがよ。あつた、おめえだってタチションしたりよ、プロテインの粉ばらまいたり散々迷惑かけてんだろうが。プロテインの粉こぼれちゃったんだからしょうがないでしょ。だからその粉を勝たせって言ってんだよ。いや、そんなの気づいた人がやればいいじゃん。お前がこぼしたんだからお前が片付けろ。てか、マツコもだって別に洗濯物とかやってないじゃん。俺は洗い物やってんだよ。関係ないし、そんな。マツさん、それ食器汚れ残ってたっすからね。知らねえ。そうだ、めっちゃ汚かったっすよ。綺麗だ。いや、お前ら洗ってないじゃないですか。洗剤をさ、お前らやったら全然できてないじゃないですか。お前らみんな、本当にすいませんでした。あ、最初に輪を乱したのは俺なのに、こんなのおかしいんですけど、俺悔しいんです。悔しい？俺たちが上っ面の関係だって言われて、薄っぺらい友情だって言われて、俺、悔しいんです。俺、みんなのことが大好きだから、こんなで仲悪くなるなんて絶対に嫌なんです。俺、我慢します。ダメなところは全て直します。だから、だから、俺たちも悪かったよ。え？お前だけじゃねえや。俺たちも悪いところいっぱいあったからな。ああ、小島のやつに好き勝手言わせたままじゃ尺だからな。ありがとうございます。何泣いてんだよ。いや、俺らもやらかんだよ。てか、一つ一つルール決めてよ。楽しく共同生活しようぜ。そうっすね。そうっすね。俺らですお前生活したら楽しいだろ。絶対そうっすよ。どんどんおかしいよ。一つ勉強になったな。よし、みんなに分かってもらえてよかった。今日はぐっすり眠れそうだ。寝よ寝よ。よいしょ。おやすみ。松本、起きろ。リビングに来い。リビングに来い。早くしろ。緊急事態だ。夜ですよ。早くしろ。
これで全員集まったな。あ、何なんすか、もうこんな時間なんだから寝させてくださいよ。そうっすよ。緊急事態が起こったんだよ。まあ説明するよりも見せた方が早いか。ついてこい、早くしろ。風呂ガスか。なんだI'm sorry.